こんにちは。テンバーアカデミーフォリヒデオです。現在、オーストラリアを、ね、周遊中というか、いろんな都市回ってますけど、はいえー、シドニーから入って、ブリスベン、次メルボルン、で、ホバート、で、今はアデレートにいて、次はパースに行きます。で、途中、アデレートじゃなくてメルボルンね、ね、えー、滞在場所のすぐ近くにカジノがありました。滞在場所5分ぐらい。 で以前もね、アマゾンのアメリカ始めるときに、まあ、2週間ほどラスベガスに滞在したんですけど、まあ、その時は全然カジノやらなかったと。まあ、カジノゴリゴリだと、ね。カジノで負けても、えー、なんか、ね、負けてまたカジノで負けるために頑張ろうとで。仕事頑張ろうという気にもあんまりならないし、まあ、カジノをやるよりはね、まあ、ゴルフやったり、まあ、ドライブしたりした方がいいかなと思ってやらなかったんですけど、 ね、メルボルボンではトラムトレインっていうね、えー、トラムトレインがこれまたこのクラウンカジノのすぐ近くから出てるんですけど、まあ、電車に乗って食事をしてねワイン飲み放題というのでまあなんだろうえー、っとスパークリングワインを5杯か6杯飲んじゃいましたかねいい感じで酔っ払ってねもうちょい飲もうかななんて思ってカジノに入ったら、まあ、ついつい久しぶりにやってしまいましたでブラックジャックとバカラ昔のようにやってね ただ、昔と違ったのは、500ドル負けた時点で、やっぱ勝てんなと、ねえー、やめとこうと思ってやめました、ね。お金は持ってたけど、500ドルで見切りをつけられたのは、若干の成長だなという気がしました。まあ、そこでね、まあ、改めて、まあ、カジノはモチベーションアップにも楽しみとしても、まあ、効率が悪いなということを再認識しました。で大体、カジノの ね、やってた時のパターンですけど10万使ってね50万から100万勝てればラッキーハッピーでなんでこれラッキーとかハッピーってハテナがついてるかっていうとね実はカジノで買った場合ってね、えー、何の労力もせずまあなんとなく買ってますからねあとでねなんかね付、えー、け回しが来ることがありますね、えーまあ、それはそう思ってるからそうなっちゃうのかもしれないですけど カジノで勝った後っていうのはね、大体仕事が調子悪くなるとかね、体の具合が悪くなるとか、まあ何かしかね、良くないことがあって、というのが多かったですね。で、まあ逆に負けた時にはね、まあ必死で頑張んなきゃ、えー、負けた分の辻つま合わせらんないっていうのもあるでしょうけど、まありかし、まあ仕事がうまくいくというケースが多かった。まあただね、 この50万負けてその穴埋めに必死で働いて100万稼ぐ。ねまあ、それもいいって書いてありますけど、まあ、そうじゃなくてね、別にカジノで50万負けなくても、何だしかのね、ちょっとしたことのモチベーションアップで、まあ、100万稼ぐ方法っていくらでもあるんでね、まあ、そう考えると、使ったお金と気分の悪くなり具合と、勝、えー、った時も付け回しが来るってことを考えるとはね、やっぱカジノやんない方がいいねというようなね、 結論になりました、ね、もうお前何千万使って気づくんだよって感じですけど、まあ、まあ気付いたんですね500ドルでやめられたしそういうことを思ってこうシェアできてるわけですから、まあ、例えば、まあ、ディズニーランド、ねえー、日帰りで安上がりに行くのか、ねえー、とディズニーホテル泊まって、ねえー、どっぷり楽しんでしまうのかによりますけど、まあ、せいぜい一家族で5万から30万あれば楽しめる。 ね、これ5万から30万かけて行ってね、行かなきゃよかったと、もう来たくないなと思うことはまず滅多にないと思います。そういった意味では、ねえー、カジノは5万10万使って、もう二度とやるかと気分悪くなるとかね、いうことあることを考えたらやっぱディズニーランドすげえなという感じです。でワイン。 ね、もう無駄遣いでね、えー、超無駄遣いじゃないかというふうなね、えー、ことをよく言われますが、でもまあね、1万以上のワイン、ね、えー、最近はまあ5万以上のワインも飲まないですけど、まあ、1万から5万ぐらいのね、えー、ちょっとこう、ね、思い切って飲むぐらいのクラスのワインを飲んで、いや、まずくての開けなきゃよかったなと、飲まなきゃよかったなと思うこともまずない。 そういった意味じゃね、むしろ高級ワインですごい安上がりでいい娯楽なんじゃないかなという気すらします。まあ私の場合ですけどね。制度ゴルフ、ね、ゴルフもなんかこれペブルビーチなんですけどね、ペブルビーチやったら達成感ができちゃってしばらくやってませんでしたけど、まあ、久々にやっぱりいいゴルフ、ちょっと行ってみようかなというのでね、明日行きますけど、まあだいたい500ドルぐらい。 ね、プレイフィートレンタルクラブと、えー、ボール代で500ドルぐらい,、ねい,やいやそ。そのクラスのゴルフ場行ってね、いや,やんなきゃよかったなと思うこともそうそうないと。まあ、他にもね、えー、食事やらいろんなことやらありますけど、まあ、そういったね、えー、5万、10万では安全に気分よくなれてね、ねまたそれしたいなと、それ楽しみたいなと飲みたいなとか食べたいなとか旅行行きたいなというのでね、 気分良くなったり、モチベーション上がる、えー、ものはいっぱいあると。まあ、だけど、カジノに至ってはね、高い金使って気分悪くなることが多いと。まあ、一体なぜこんなもんに自分はね、若い頃どっぷりハマったんだろうと、ね。パチンコもそうですけど、競馬もそうですけどね。というのが不思議になるぐらい、ねえー、自分のアホさ加減、バカさ加減を再認識したのと、まあ、改めてね、 えー、カジノ、ギャンブル、パチンコ、ね、系はこうモチベーションアップというか楽しみとしちゃ、えー、一見ね勝て、勝てたら安上がりというかプラスになる気がしますけど、えー、そうではなくてね、えー、気分悪くなることとか失うお金に比べると、えー、非常に効率悪い、やんない方がいいんじゃないのかなというようなね、ことを最新認識しましたので、もしも。 ギャンブルなの、カジノだの、そうする今だともうビットコインなんてのはまさにカジノですからね、えー、そういうものにちょっと色気のある方は、まあそんなのやらずに他のことの方が気分よくなれることが多いと。ねえー、まして転売でお金を使えばね、えー、全くね、えー、100個買って100個全部売れなかったと。万,万が一そんなことがあったとしても、 100種類ね、売れない商品が分かって、まあ次につながるね、プラスになってプラスにできる可能性があるわけですから、まあ、投資効率という意味で考えても、ギャンブルは分が悪いと。ね。えー、ましてこう、楽しみとして考えるんであっては、楽しんでいるっていて全然楽しくなくて金ばっか使ってたんだなというのをね、えー、つくづく感じましたんで、もし、フラット、カジノやなね、えー まあ今更パチンコもそうそうやる人いないでしょうけど、カジノやらパチンコやらね、ギャンブルやら、えー、あるいはね、えー、ビットコインやら、えー、ついふらふらとやってみたいなと思った方はね、できればこの動画を見て、あ、なるほどね、堀の言うことも一覧あるかもねとね、だったらいいワイン飲んでみようとか、えー、誰かとディズニーランド行ってみようとかね、えー、あるいはゴルフに興味がなきゃ、まあ、旅行でもいいですけど、 まあ、そう、ホテルも結構おすすめですね。一泊10万のホテル泊まって気分悪くなるってことはそうそうないんで、まあ、ホテル泊まるとか、まあ、そういう方向でね、お金を使った方が、えー、有効な使い方で、モチベーションアップにも、経験を、えー、アップさせるにもおすすめですというお話でした。まあ、久々にカジノで負けてね、いや、負けて、以前は負けたなで終わってたんですけど、今はね、もしかしたら、フラット、ビットコインとかカジノとかね、やろうとしてる人、 1>, えー、1名でも2名でも止められる可能性がある、えー、動画をアップしているという時点でね、えー、若干少しだけ自分を褒めてみようかなと思って、カジノで久々に負けたという話をせやさせていただきました。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。